はいあのー、マリオメーカー2発売5日前の64の誕生日ですけどもねあの今回、新しい挑戦をさせていただけないかなと思いまして僕、プレイ職人にさせていただけないかな僕をと思いまして全国のあのー、コース職人の人たちに呼びかけたいんですけどどんなことしたいかっていうとおっていうのを話していきたいんですけど豚ペンハイとして豚ペペンっていう名前で僕、YouTube やってるんですけどあのー、10コースごとに1名に報酬それを100回。 10コースごとに動画に1個して、そ100動画にして、つまり1000コース先着でやりたいなと思うんですよ。どうやってコースもらうかというと、僕のツイッター d m にあのこの URL からコース ID と you の <laughs> YouTube の名とスイッチ名、コース作者名をもらえれば本人確認できるかなと思うんです。これ以外の方法はちょっと無視したいと思います。報酬なんですけど 10コース中に1コースリアル報酬プラス得点ってことにさせてもらってまして、ニンテンドプリペイドカード1000円分、これ、今、手元に少し残ってるかもしれなくて、それがあったら2000円のやつがあるんで、それが使えたら最初の人だけ2000円になるかもしれないですけど、それ以外は1000円。 10人に1人、10コースに1人、1000円を TwitterDM のプリペイドカード、TwitterDM でコードを送信したいなと。で外れた方も、特典というか、これ外れた人も全部参加賞というか、YouTube の僕の動画に載るんで、こんなに非力なもんですよ、僕の動画なんて、非力なもんですが、コースのなんか紹介とか、コースの ID を説明に載せたりとかするかもしれない、するしますさせてもらいます。させてください。 で目的なんですけど、えっと、将来のゲームクリエイターの育成ということになってますね、もちろん。そ,それが一番 でででかい目目標すすねあの目的ですね的次、コース拡散に協力さっきの話とと同じですねあと次、個人的な話なんですけど和の時にとても難しいが本当にとても難しかったんです。今回そのモードはないみたいですけど今回はちょっと楽しみながらやりたいなっていうのがあります。で次ね、わかるこれラボが僕好きなんで作るわかる遊ぶわかるだったんですけど作る遊ぶしかないところにマリオメーカーわかるをかけてみましたけど俺に急に俺って読みますけど俺にツッコミさせた人俺を笑わせた人が当選のヒントですね。 あの当選しやすいんじゃない、当選基準というかね、なってると思います。自動とか1画面とか敵いっぱいとかすごい見たんですよ、とっても難しいとかで。 すんごいトラウマなんで当選しないと思います。えー、っと、わからんけどね。で、まあ、最後にこれ、ルールの説明なんですけど、10コース集まったら1回動画アップやろ。で、誰も来なかったらフェードアウトします。で、速攻集まっても、僕、他のゲームしてたりしたらゆっくり進みます。で、万が一1000コースとか本当に集まったとした時に、1000、1コース目からはちょっと無視になっちゃいます。で、10コース内に同じ人から 2, あ2個来たら先のん使う。でも、でも報酬もらったことある人でも,も、あの上げたいなと思って。 いいるけど外れやすすってなってしてなします今のところねそれも変えるかもしれません。一番最後のその他っていうので全部ひっくるめてますんで。で、気分で途中で勝手にやめるかもしれませんし、えっと、任天堂の都合でやめるかもしれません。で、勝手にずっと動画がアップで、あ、ちゃその上、えっと、当選者なしの会があるかもしれません。返事がない場合だけかなと思ってます。で、勝手にずっと動画アップデジタルタトゥーっていうのは、あの、 この動画、恥ずかしかったなーと思っても、ずっと僕の動画に載っちゃうよっていうこともあります。であ、ことがあるんで気をつけてください。で、ルール途中,かも途中で変えるかもしれんしってなってますけどね、もう僕のツッコミどころが変わったり、笑いのツボが変わったり、500円にしたりとか、そんなのあるかもしれませんっていうことで、どうですかね、一回やらせてくれませんか、コース職人の皆さん、お願いします。それでは、これがどうなるか分かんないです。これ、今この後から、フレンドコートの動画と、あの、 交換して自分のトップ youtube のトップページに置いておきたいと思います。楽しみやな。